安倍が無条件で金正恩に会うとかいい加減なことを言っていますね。こんなことでは本当に禍根を残しますね。ね。なんか一人妻を取っておられるんじゃないですか。普通外交っていうのはね、米朝首脳会談をやるとなると一体中身をどうするかっていうのは、それは必死にね詰めるわけです、うん、だから首相一人外交をやられるわけじゃないので、うん、そもそも前提条件あるとかないとかいうことがおかしい。中身を議題をどうして、なるほど、拉致の問題についてはどういう結果を作れるのかっていう下準備は当然するわけですよ、うん、突然首相が会いたいとか言って、うん、それで会ってですね、何らか結果をつけるかどうかわからないとは国内で一人でつぶやいておられるっていうことじゃないんでしょうか、うん、とても外交だとは思えない。首相が会いたいとか首脳会談をやるんだという時にはもうすでに相手との間では合意がついてるはずなんですよ、うん、首相だけが一人で相撲を取るわけじゃないから、うん、きちんと中を詰めてもらいたい。前提条件をつけないで条件なしに会うということは何の準備もしないで、拉致の問題について相手にね、いや解決済みですって言って、ああそうですかっていう話は大事じゃないですか、うん、だから僕はこれ外交の匂いを全く感じないんですね。2年前に日本の上空をミサイルが飛んでった時にあれだけ国内が激しい動揺したわけで、あの時の衆議院選挙っていうのはまさに北朝鮮の問題で自民党勝ったんですよ、うん、ところが首脳会談ということになると最初から最後まで拉致だと、うん、これはね僕おかしいと思う。ウィンウィン、北朝鮮にとってウィンっていうのは何かというと、やっぱり将来的な経済協力の見通しだと。日本がそういう見通しを拉致問題だけで与えられますか。与えられない、うん、核やミサイルの問題について日本が能動的な役割を果たすことが今もさく求められる、うん、条件があるとか無条件だっていうことではなくてね、うん、国内に向けて語られる前に、うん、北朝鮮に対して日本は何をやりたいのか、そういう国でないといけないですよ。韓国のことをいろいろ批判はするけどね、日本の視界ってものすごく小さい、ですから権力の中枢部と本当にルートを作らないといけないと。むしろ軍だったんですね。安倍さんがね、総理大臣の職員に就かれて何と言われたか、自分の内閣で解決するって言ったわけですから、この6年ですか、何も。やはり安倍にはすぐに辞めてもらいますから。